容姿端麗で味が良いことから百魚の王と称されるマダイ。全国各地で様々な漁の方法が生まれ、今や一つ天屋や平場など釣りのスタイルを確立するまでに進化を遂げた。中でも多くのファンがいるのがコマセを使った釣り、通称コマセマダイ。コマセとつけ餌を同調させて食わせる調法だ。わかんねえな、ブンブン言ってる。長竿がマダイの強い引きで弧を描く魅力に心つかまれた一人が、関東を拠点に活躍する沖釣りの名手、松本圭一さん。オキアミが使えるようになって、まあ、コマセ釣りが普及したんですけども、それに伴ってその今までその生きたエビとかで釣っていた、マダイがそのコマセにつく、初心者でもマダイに出会いやすい釣りだとは思いますけど。マダイ来ました。そして釣り上げる可能性が高くなったことで楽しさを知るようになったのは坂本智子。マダイを釣り上げる喜びをコマセ釣りで堪能する。4月下旬、駿河湾を舞台に選んだ松本圭一さんと坂本智子は沼津港にやってきた。この残りの時期ってどうしてもいい日もあればその悪い日のこう波がすごくあるんで、その狭間入っちゃうと辛いですよね。日本にある湾で最も深い水深を誇る駿河湾の沼津沖。まあ朝一とか夕間詰めとかね、食い方立ちやすい時間帯はちょっと目立たせて2匹で餌取られるようだったら逆に1個にしてゆっくり動かすとか。釣った時にバサバサって出すよりポロポロポロって出るぐらいの感じで、巻きすぎると今度餌代もやっちゃうし。そうですよね。ハリスの長さは10メートル。場所や船宿によっても違うが、長ハリスでマダイの警戒心を煽らないようにするのが特徴だ。36っていう指示だったんで、はい、まあこの時期だからあんまり魚を脅かさないように40ぐらい、うん、プラス5メーターぐらい、そうぐらいでいいんじゃないですかね、うん、これで今入ったっすね、はい、そしたらもうスーッとこう本当にスーッとこう、はい、こんな感じでいいですか。はい、僕あとこうしちゃいます。もう置きそうで。こうやって置いちゃうと意外とその前あたりっていうのは消えちゃう部分が多いから、いきなりサウサギがこうブブブっていくわけじゃないですか。そうですね、もうかかってる状態です。そうそう、結構ワクワクしちゃうんだよね。これコマセっていうのはどのくらいのタイミングで変えたらいいんですかね、はい、その日の状況によると思うんですよね。回った方が当たりが出やすかったり、コマセを振ってね、釘が立ってる時なんか振ったらすぐ当たったりとか、ちょっと探りながらやるんですけど、はい、3分ぐらい見てね、はい、まあ、おおよそですよ、これ、はい、で、上げて、つけ餌が残ってくるんだったらもう少し長くするとか。しばらく待って反応がないようなので、ドラグを緩め、落とし込みの誘いをかけてみることに。するとなんか今変だな。なんだろうねえ、うん、何でもこう竿がゴンって入るとね、はい、楽しいんですけどね。嬉しい。どうかな。あ、タイだ。タイだ。抜いちゃう。抜いちゃう。うん、はい。おお。ちょっと可愛いけど綺麗。綺麗ですね。ね、
1投目でかかってきたのは小型ながらもマダイ。この調子でいきたい。アサマズメのチャンスは逃したくない。坂本もすぐに釣り始める。優しくね、全部優しく。はい、来ました。持ってたいけど置く。回収した時のつけ餌は海の中を教えてくれる大切な手がかり。残り具合で次をどうすべきかを導いてくれる。餌を取られてますね。目に見える当たりはないんですけどね。やはり餌取りが多いようで、松本さんもつけ餌が食われている。さらに手返しを早くする必要がある。餌取りが多いときはもうまめに点検するしか、何やっても向こうだってもう必死になって餌食べてるわけですから、あの夜行玉がついてたり、そのハリスとか針がついてるから、例えば金針だったら金針がねキラキラしちゃったりとか、その普通の落ちてく餌とは違う感じで落ちていくじゃないですか。でやっぱそれだけでも目立っちゃう。予想以上につけ餌が早くなくなるので、松本さんから一工夫提案がなされる。夜行玉を取ってみます。はい、これ取ったら何か変わるんですか。これ取ると光んなくなるから、はい、タイにもアピールしないけど餌取りにもアピールしない。ほー、とりあえずちょっとそれ、はい、これでやってみます。はい、はい、松本さんはさらにコマセを巻くイメージにも変化をつける。コマセの巻き方は少し変えたんですけど、はい、どう変えました。一緒に落とそうと思ったのを先に付け餌だけ落としちゃったんですよ。でちょっと高いところでコマセ巻いて、で馴染んだぐらいから落とし込んでるみたいな。ちょっと上に餌取りをおびき寄せてみようかなと思ったんですけど、はい、おー、なんかすごいぞ。餌が残ってるからなんだ問題は。うわ、来た。落ち着いて。ついに坂本の竿が食い込んだ。よし、こまこ。来てますよ。引きはかなり優しい感じですけどね。でもかかってます。ようやく来たよ。何でしょうか。よし、落ち着いて。何でしょうか。お、見えてきた。タイっぽい。お、タイだ。かわ、はい、かわいらしい。やったー、でもタイだ。来ましたー。マダイ。タイですけど。ねえ、でもタイですからね。タイでしょ。いや、嬉しい。ようやく釣れましたよ。よかったよかった。いや、本当に嬉しい。よかった。ねえ、もう今もうサイズじゃないですもん。もうタイが釣れたことが嬉しい。やりました。松本さんによればタックルの進化が釣りやすさに拍車をかけたという。もうね、どのぐらい前でしょうね。20年とかぐらい経つんですかね。もうちょっと経つのかな。の頃ぐらいからこれコマセマダイってあるんですけど、当時もいわゆるムッチングアクションって言われてる竿があって、で、まあその置き竿専用設計っていうことだったんですけども、その、まあ、同じカーボンでも今と全然違うんですよね。ものすごく張りがあって、あの、まあ、投げの日だとこう尾紙は安定させられるんだけど、ちょっともう波が立っちゃうともう仕掛けがこう跳ねてね、不必要にコマセを巻いちゃったりとか、いい魚が来るとちょっとドラグの設定間違えたりするとね、3号くらいだと結構簡単にハリスが飛んじゃったりしたんですよ。今の竿はもう多少ドラグの設定間違えてても、そのそれに気づいて緩めるぐらいの
余裕はこっちにね持てますんでね、初心者でも不安なく魚とこう駆け引きができる、うん、そういう竿になってるんですよね今ね。その後当たりがなく釣り終了の時間が迫る。船長は餌取りを避けるため釣り場を沼津港付近に移した。港がもうすぐそこなのに、はい、こんな水深あるんですよ。深いです ね、 ねドンって入ってるんですね。で竿先もドンってお願い、それはいいんですけどね。それ最高ですよ。ボンと来てよ本当に。入ってる入ってる入ってる。なんだろう、違うかな魚。ついてる。おお。お、あ、さっきより大きいなこれは。はい。ちょっとドラグ緩いですかね。緩い。大丈夫。巻いてますゆっくり。おお。ゆっくり待ってみたらかかりましたよ。はい。よいしょ。手応えはどうですか。手応えはさっきより力強かったです。おお、タイですよ。お、タイだ。お、大きくなった。黒タイだ。黒タイ、おお。よいしょ。チムだ。黒タイでしたよ。いやマダイかと思ったら黒かったです。いいですよ、タイはタイです ね、 ね、これはこれで嬉しい。ちょっとやっぱサイズアップしましたね。ね、で黒タイとしてはいいサイズですよね。そうですよね。黒タイを釣り上げたところで初日はタイムアップ。翌朝再び駿河湾に繰り出す2人。海の状況は変わらないので昨日の経験を生かしたい。釣り開始すぐに坂本の竿に当たりが来た。お、来た来ました。マダイがいいな。どうかな。マダイだったら昨日のサイズは超えられると思います。あと 10m。 はあ、どうかな。ここ 5m。 よし、準備しよう。見えてきましたよ。おうおう。あっ、お、これですよ、サイズアップ。来た、はい、サイズアップしましたよね。しましたね。やったー。ほら、綺麗ね。やったー、嬉しい。今ドラグ緩めてゆっくり下ろしてたら、はいはい、かくってきました。かくってきました、はい、いいっすね。で僕結構気が気じゃないんですけど今さんは気になりますよね。なんだろうね。長い休憩ですね。長い休憩ですね。その後も竿は一向に食い込まない。当たりがないまま時間だけが過ぎ、2日目はこのまま終了。駿河湾でのコマセマダイを終えた数日後、さらにマダイを釣ろうと思った2人は東京湾にその姿を追い求める。いやー、マダイを追って千葉県富浦まで行っちゃいましたね。行っちゃいましたね。ここ数日の傾向として朝一は食いが悪いらしい。食い始めた時にテンポよく釣っていくことが大切だ。餌取りの猛攻に合わないようコマセを出す量は控えめにする。はい、それでは始めましょうか。上から5、3で海面から
から7トンいったら、これから53、53。そうでもね、でもね、粉もらし昨日は本当にね、お、来た、よし、タイだといいけどな。サバでした。よいしょ、サバが釣れました。タイっぽくなかったですもんね、何か動きが。いやでも嬉しい。まず1匹目。どうやら餌取りの正体はサバ。群れで動くので食い気を出されると厄介なことになる。あまりにも多い餌取り、見かねた船長から指示が飛ぶ。バス入れないで、はい、地形差だけで。あ、わかりました。餌だけで、はい。これ以上コマセをまくと、いつまでもサバの群れが離れないので、カゴにコマセを入れずに地形差だけを投入する。30分ほどでサバの群れは去り、ようやく普通にコマセを入れて誘えるようになった。これからが本番だ。はい、取られて、頭だけ嬉しいね。じゃあなんか頭だけスパッとやられてるみたいだったみたいですよ、坂本さんも。意外とこうサクッと持っていくのはタイだって言われてますよね。要するに他の魚だったらみんな取っていっちゃうじゃないですか。綺麗に蒸しちゃうし。マダイらしき反応があり、気合が入る松本さん。わずかな当たりも逃すまいと手持ちにして神経を集中させる。来た、松本さんの竿が大きくしなる。すごい反応出てんだよな、今。坂本ちゃんの方が来ないかな。お、元気になった、元気になった。うん、元気になった。軽いな、なんだろう。ちっちゃい、です。あ、ありがとうございます。苦心の末の一枚、姿を見られたことが何より嬉しい。これを天気に良いリズムに乗れたらと、焦らず慎重に釣りを展開していく。松本さんは魚群探知機を駆使することで誘い方のタイミングを見計らっている。コマセ釣りにおいてこのモニターの活用法っていうのは、魚がいる層とか自分の尾身の位置を見るだけじゃなくて、自分のこう地形差のあるところをこうイメージしながら、その下にこう反応が出てきたら少しこう誘いをかけてやる。でこの誘いに乗ってくるようなやつっていうのはこう反応が持ち上がったりするんで、活性がちょっといいのかな。で逆にその産卵期で神経質になっていると本当に尾身を落とすと反応が下がっちゃうんですよね。だからそういうところも見ながら
誘い上げるにしても目の前にこう落としてくるにしてもじわーっとやるようなイメージで誘いをかけるのが有効なんじゃないですかね。あ、また来た来た来た。これ魚違うかな。お、かかってます？何？うん、かかった。タイですか？タッ早い。わかんないな。ちょっとわかんない、軽いな。サバがね、ちょろちょろ回ってくからちょっと一瞬分かんなかったですけど、一方、坂本はというと対照的に波に乗り切れないでいた。坂本さん、餌ね、一匹掛けにしてみて。一匹、はい。そのくらいしか差ないんだよな。アドバイスで好転することを願い、根気よく竿を出し続ける。祈りは届くだろうか。おお。来たおー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 。あ、私も来たかも。違う。持ってみたら。持ってみたら、立ててみたら。やっぱドラッグ。これすごく微妙。ありがとうございます。マダイだといいなと思ってたらサバでしたね。大きそうですか？いや、どういうふうに引っかかっていくか怖いな。ああ。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いや、長かったですね。綺麗ですね。ね、船長がね、前半我慢だよってずっとコマセで打ち返してるだけで、やっぱり試合が短いですかね。もう腹もね、結構パンパンな感じになってきてますよね。最後に釣れたのは1キロ超えののっこみマダイ。納得できる一枚を手にした。やり込んでいるうちに壁にぶつかり、自問自答を繰り返しながら釣り上げた一枚の達成感は他には代えがたい。コマセマダイはタイミングが合えば数も型も狙える。理想の一枚に出会える日を夢見よう。今回、使用したリールはフォースマスターの800。軽量コンパクトなボディに無敵モータープラスを搭載しましたので、アジから、10キロクラスの青物まで、余裕のやり取りができます。もう一つの特徴はちょい巻きボタン、スマートダイヤル、それからクイックラッチ、
これを親指1本で、全て操作ができるので釣りの流れがものすごくスムーズになります。ラインキャパシティは、3号300、最近の板は強いんで3号あれば大抵の釣りができると思いますので、十分なラインキャパシティではないでしょうか。今回、これ僕が使ってみて感じたのは、まずこのボディの大きさなのにすごく力強い巻き上げをするなと思ったこと、あともう見ての通り小型で、軽量なんで片手に収まるのでやり取りとかコマセワークも全て楽にこなせました。それからですね、ドラグのスムーズさ、細い針素手の、やり取りにものすごくその心強く感じました。皆さんもぜひよろしければ使ってみてください。